ヘルゴラント級戦艦はドイツ海軍が巡航させた2番目の土級戦艦の艦級である。1908年改正の艦隊法で4年間で年に4隻ずつの土級戦艦を整備することを定められ本級はその第一グループに属する。外艦はナッサウ級のマイナーチェンジ型となったが攻撃力と防御力は格段に向上している。手法は ナッサウ級が 28cm だったのに対し、本級は 30.5cm に拡大されており、ようやく他国の戦艦に追いついた。土級戦艦と言いながらも、その攻撃力は実質的に超土級戦艦に匹敵すると評されることもある。戦隊は全土級戦艦以来伝統の平ら艦型である。艦首から新設計の1911年型50。 合計30.5センチメートル砲を一機、司令塔を組み込んだ、相打環境に組み込まれた、担保省、全部関西艇置き場、3本煙突、後部関西艇置き場、関西艇運用のクレーンは3番煙突を基部に2機、設けられた。その中央部両面に背中合わせ配置で、主砲塔2機を計4機配置した。後部環境に組み込まれた担保水運、 6番手砲塔を配置した。手砲塔の配置はナッサウ級の形式を踏襲しており、6機の手砲塔を六角形状に並べた。これは敵艦隊との乱戦時には反対源からの巡洋艦や水雷艇が回り込んで攻撃してきた場合に即応できる利点もあったが、反面敵のいない側の原則に置かれた手砲、数にして3分の1が幽閉化するという欠点もあり。 この配置は本級限りとなった。また、この配置は遠方からは純度級戦艦、ドイッチュラント級の側面型に告示しており、実戦でもたびたび誤認された。この砲塔は、竣工時行十13.5度、深く8度の作動範囲を持ち、最大行角で 405kg の砲弾を16,200メートルまで届かせたが、1915年に、 遠距離砲線に対応するため回収が行われ、行角16度、5.5度になり、最大行角では、射程が2400メートルとなった。旋回角度は、監守備砲向が、監守備方向を0度として、左右150度、減速砲塔は、正左右方向を0度として80度で異なっていた。1分あたり2発から3発の発射速度を持っていた。 従来、ドイツ戦艦は他国より若干小口径の手法を採用していたが、本級に至ってようやく 30.5cm 口径を採用し、ようやく他国に追いついた。しかしながら、従来のドイツ戦艦の 28cm 砲は、強作薬により初速を増しており、他国の 30.5cm 砲に威力で匹敵するという意見がある。 そのため本級は実質的にちょうど急戦艦であり、本級の 30.5cm 砲はやや遅れて登場したイギリスのちょうど急戦艦の13.5インチマーク V に匹敵するという意見もある。そのためイギリスがちょうど急戦艦に移行した後もドイツ戦艦はしばらく本級の 30.5cm 砲を踏襲している。実際に 本級は後径こそ3 0 5トルであるが、後径長は50後径であり、他国戦艦の45後径よりも一段と勝るものである。また50後傾3 0 5トル砲は、イギリス戦艦も先なって採用しているが、初速の増大により、方針がぶれて、命中率が低下し、また方針寿命が低下した欠陥砲であった。 本級の補充後継法には、そのような欠陥は指摘されておらず、ドイツの技術力の高さを物語るものである。しかしながら協作役と超後継長により、砲弾の初速を増すという手法は、近距離砲戦においては威力を発揮するものの、遠距離砲戦においては逆に威力を減じる結果になる。土球戦艦以降は、 戦艦の砲戦距離は増しており、実際には、イギリスの13.5インチ砲に対抗できるものでは、ない。もっともそのことが広く認識されるのはユトランド、沖海戦以降のことであり、遠距離砲戦に対応した防御には各国とも、着手しておらず、そのため、遠距離砲戦で威力に劣る砲であっても、敵艦の艦艦を貫くには十分であり、実戦上の不都合はなかったと言える。 とはいえ、第一次世界大戦後はこれを教訓として、各国の戦艦、巡洋戦艦は、艦艦防御を強化している。仮に、ヘルゴラント級戦艦が第一次世界大戦後も、配備されることがあったとしたら、大きな欠陥となったことは、想像に難くない。オストフリースラントに搭載されていた、正十五センチメートル報復砲は、速射性を重視して、 全球に引き続き1908年型45、合計15センチメートル砲を採用し、2番甲板の、下方に2番煙突を中心として放射線上に、片弦7門で、その他に、耐水雷艇用に45合計8.8センチメートル砲を、計14門、50センチメートル水中魚雷発射艦6機を装備した。艦隊は、 艦首と艦備が斜めになった分の重量を軽減できるカットオフ方式を採用し、火事は手打だけを装備した。また、長期間の作戦行動は考慮に入れず、短期間のみの行動で良しとされたために居住区域を最小限にまとめられ、浮いた重量を走行と武装に回せた。本級は近距離での垂直面の直撃に備えて重装甲を施し、 垂直部分に 300mm の装甲を持つ。イギリス海軍のコンセプトと異なり、指定の悪い場合が多い北海にて、数千メートルからの突破の砲線を念頭に置いて、設計されたため、同世代の土球艦イギリス海軍のセント・ビンセント級の 254mm、アメリカ海軍フロリダ級の 279mm、フランス海軍クールベ級の 270mm に、 比べ、走行が充実していた。全球で分離していた、貫室配置を集中し、前、中、後部貫室にまとめた。これにより分離していた、火薬庫を集中でき、その分だけ、防御重量を多くできる利点があった。ありがとうございます。